昔、遠江の国、掛川の園ヶ谷村に、陰徳寺という小さなお寺があった。そのお寺の境内には大きな杉の木が立っておった。ある年の夏のことじゃった。これは大変じゃ。すぐ手当てをせねば。おい、ちね、すぐ布団を引け。それからお湯を沸かせ。はい。さあ、この薬を飲めば少しは傷の痛みも和らぐじゃろうって。こうして雷の傷は、和尚さんの手厚い看病のおかげで日に日に良くなっていった。そんなある日、お嬢様のおかげでこんなに元気になることができました。どうも本当にありがとうございました。しかし、ここにこうしていつまでもお世話になっているわけにもいきません。それで、今までのお礼と言ってはなんですが、私の一番大事なおへそを差し上げます。それはサザエの蓋のようなもので、金色の毛が生えておった。おお、このおへそは村人たちが日照りで困ったとき、水につけて使ってください。必ずお役に立つときがあります。夕が早いか雷は寺の裏の竹やぶの中に駆け込んでいった。そうしてあっという間に空に帰っていった。和尚さんは信じられないような気持ちじゃったが、それでも雷の置いていったおへそを大切に茶筒の中に入れてしまっておいた。それから何年か経ったある夏のことじゃった。カンカン照りの天気が何日も続き、村人たちもこのまま日照りが続くと秋の取り入れもダメになるのじゃないかと心配になってきた。それで困り果てた村の衆たちは和尚さんのところへ相談にやってきた。和尚さんは雷のくれたおへそのことを思い出し、
試してみることにした。チョンダライと呼ばれる三本足のついたたらいの中に水を入れると、その中に雷のおへそを沈めた。そうしてそれを持って、この辺りでは一番高い二本松のある山の上、村の衆たちと一緒に登っていった。二本松に着くと、和尚さんはチョンダライを前に置いて、早速雨乞いのお祈りを始めた。大明神のこそどるる大明神のも十尿図に大分よしょこいんどしょじょこうべんぎょうにんほにゆずずふんどじょじょじょしょしょしょこうじょじょしょしょじ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 ょ新旧所作三件不具体小路的小气气小人可不知事件就像你说了。和尚さんも村の衆たちも昼も夜も家に帰らず、一生懸命に祈り続けた。女王大名人女王大名人女王大名人鐘や太鼓の音が天まで鳴り響いた。2日たち3日目の時じゃった。雨に恵まれて、村はその年大豊作を迎えることができた。雷さんのおへそはその後、陰徳寺のお寿司の中に大切にしまわれた。
そうして和尚さんは毎年日照りの季節になるとそのおへそを取り出して経をあげて雨乞いをしたそうじゃ。それ以来この村で雨に困ることはなくなった。あの二本松の山はいつしかおへそ山と呼ばれるようになった。じゃが今では枯れ果てて太い幹だけが雨風にさらされているそうじゃ。